こういうご飯が食べれなくなるのは悲しいな。ママ、このレモン食べたい。お腹いっぱいにレストランで食べた後には家を出たくないですね。明日はカイがジジとババの家に泊まりに行きます。この日はカイが出発する前の日の様子です。カイは生まれて初めての一人旅行なんです。一緒に来てくれたらいいのにとカイも初めは言ってたんですけれども、コビはコビでこっちの友達と一緒にわずかな時間を過ごしたいって。正直すごく心配ですが、これも一つの経験です。そしてまた始まったこのコビのヒステリック。あかんで、それ。あかん。で、コビやめて。結局私に怒られ、お片付けしてるんですけどね。日本に引っ越してから、4人家族でどのぐらい生活費がかかったのか。私自身すごく興味がありました。今後のためにもレシートをすべて貯めておきました。家賃、光熱費、インターネット、保険、車代などすべて込みで、大まかに言うと9月の初めは準備物等があったので約35万円でした。10月、11月は30万前後でした。ただし12月はもう帰ることを前に控えていたので、節約は一切考えず、好きなもの、食べたいものは全て買いました。さらにその月の解約金、お礼のプレゼントなどもあったので、月に2回と決めていた外食も5回になってしまい、アメリカに持っていくものを揃えたりとでいろいろかかり、がっつり45万かかりました。会の出発の日、私たちは家を朝5時半に出て空港まで送りました。見てる私が一番心配していたかもね。以前のビデオでこんなコメントがありました。確かにそんな気分も日本で味わってもらいたいと思って早速連れて行ってみました。妹の家にちょっと寄ってお茶をしていると、一人でパズルをしているコビ、なんとなく寂しそうな感じがするけどね。次の日の週末、連れてかない美容室なんだから高いんだから。高いんだよ。じゃあ他に6年生になったらいいよ。うん、そうだね。じゃあ日本にいないんじゃん。うん、いないよ。最近ライアンはいつもこうして行ったふりして帰ってくる。私はもう荷造りを始めています。そんなに荷物は多くないんで焦ってはないんだけど、なんとなく気持ちが重たいんだよね。子供たちが今日で少しが終わり、見てる私が一番泣いている。はぁ、すごい。これは見なかった。開けてごらん。こんな素敵なプレゼント、多分コビは今までもらったことはないと思います。松井監督、また会いましょう。誰の、あの野崎だね。うん、歩んでくれて、遊んでくれて、ありがとう。サッカーをしている時の写真をアルバムに貼ってくれて、こうやってママ、うん、こうやってで、ここでコビ
今母親の私が思うことは、この温かさをしっかり浴びて、今度はあなたたちがそうしてあげれる人間になってもらいたいって。この日はなんとなく別れの実感をしたのかもしれません。ただもらってはしゃいでいるっていう感じではありませんでした。スポショーの皆さん、本当にありがとうございました。ダイアンは結局理容室に1100円で切ってきました。イオンモールの現場センターに行って丸亀製麺に寄って夕飯にしちゃいました。それにしても私のネギ盛りすごいでしょ。寒い寒いだね。あ、上履き。忘れるとこだった。よいしょ。あ、いいよ。僕のはただ入るだけ。うん、大丈夫。結構いいところに。よし。行きます。はい、行ってらっしゃい、コービー。行ってらっしゃい。大好き。またね。行ってらっしゃい。子供たちが学校から帰ってきた後はなんかこんな感じでした。かっこいいよね。なんとなく元気がないような。コビもなんとなく静か。買ったオルゴールなんて聞いちゃって。ジとババにはたくさんお世話になったみたいです。コビは置き去りにされていた子犬のようにカイによく甘えていました。次回は出発3日前の様子をご紹介したいと思います。黙々と一人で引っ越しの準備をしてますのでご紹介したいと思います。それじゃあまた、バイバイ。